周囲一体の敵反応消失。もう危険はありません。隊員たちも大丈夫、ただ気絶しているだけよ。でもエミリアがいないぞ。この辺りにいるはずなのに。エミリア。何か聞こえたのか。エミリアの場所分かったんだな。その子の勘は信頼に足るものって分かってるけど、要救助者を放ってはおけないし。しょうがない、ここは私たちに任せて、あなたたちは先に行きなさい。おい、何やってるんだ。すぐそこだぞ、早く行こう。あそこ見て、エミリアだ。うるさい、大声出さないでよ。あれ、私戻った。今の風景は夢なの？エミリア！ユート、それにあんたまで、何しに来たのよ。迎えに？騙されないわよ。今さら何言ってんだか。いらないって言ったのはそっちじゃない。だから私の方から出て行ってあげたのよ。だからこっち来ないでよ。もう私に夢を見させないで。エミリア、そっちは危ない。何よ、何しに来たのよ。クビって言いに来たの？わざわざ大変なことですね。でもそんなのもう分かってるから。ここで何やってる？そんなの私の勝手じゃん。もう仲間でもないんだし。何やってるって聞いてんだ。調査よ、自主的な調査。一人になって身軽になったから、イーヘルト社について隅から隅まで調べてたってわけよ。何よ、文句でもあるの？私がどうなろうとおっさんには関係ないでしょ。関係ないなんて言うな。どれだけみんなが心配したと思ってやがるんだ。本当に関係ないって思ってるなら、こうしてここに来ることも、お前を本気で殴ることもしない。そんなの知らない。私もう関係ないんだから、一人ぼっちなんだから。本当にお前は手のかかるやつだな。おっさん、お前を守ろうとしたのが裏目に出た。すまなかったな、外すなんて言ってよ。守
前はシズルに狙われてる。依頼を受けている時に襲撃されるかもしれないと思ったんだ。だから守るつもりだった。俺の手の届く場所でこの手でお前を無事でよかった。間に合ってよかった。これでまた間に合わなかったら俺はおっさん、何そんな申し訳なさそうな顔してやがる。俺たちはもう家族みたいなもんだろうが。いいんだよ、ちょっとぐらい迷惑かけたってな。家族。あ、そうだ。まあお前は手間のかかるわがまま娘ってところだがな。なんだ、不服か。何よ、わがまま娘って。わがままなのはそっちじゃん。寂しかっただろう。辛かっただろう。すまなかったな、エミリア。私一人じゃないんだよね。頼ってもいいんだよね。泣いても気にしろ。待ってく、本当にお前は手がかかるやつだな。